はい、どうも、白熊先生です。今日のヤバいニュースはですね、YouTuber 界においてのですね、ヤバいニュースとなっております。はい。これ何かというとですね、登録者数ね、約150万人いるですね、超人気 YouTuber、三高一という3人組がいるんですけども、この3人がですね、年明けに、まあ、グループを解散するということを発表したんですね。はい。ただですね、その解散報告動画がですね、あまりにもですね、誠意のないような内容だったためですね、大炎上しました。はい。で、その後ですね、その特にですね、叩かれている2人がですね、またもやその謝罪動画を出したんですけども、一切ですね、その炎上の火がですね、未だね、止まらない、ね、鳴り止まない状態なんですね。はい。今回の動画はですね、それの詳細プラス、そして、なぜですね、この三高一さんの動画がですね、ここまで炎上したかというと、彼らがですね、自分たちのですね、ファン層だったりとか、ファンが求めるものを全然理解していなかったからだということに関してですね、僕なりにいろいろと話をこうしていきたいと思います。はい。そもそもなんですけども、この三高一というですね、グループはですね、男性二人と女性一人の、まあ、三人組でやってる YouTuber なんですね。はい。で、各々がですね、まあ、YouTube チャンネルを持ってたりとかしてですね、まあ、そもそもはですね、こう、いわゆるその人気ドクモっていうんですか、読者モデルとかだったりしたらしいんですけど、まあ、そういった流れから、まあ、三人でね、YouTube 活動も始めたっていう感じなんですね。はい。で、あれよあれよという間にですね、登録者数はのみですね、なん登録者数が約150万人まで達したというわけなんですね。はい。これすごいことですよね。はい。でですね、そんなですね、3人なんですけども、まあ、この度ですね、解散するということを発表したと。はい。にもかかわらず大炎上した。じゃあ、一体ですね、どんなですね、誠意のないね、内容だったのか、そしてどの部分にファンが起こったのか、まずはですね、その詳細を記事を読みながら解説をしていきたいと思います。はい。まずですね、この三高一というのはですね、古川優香さん、ヤッピさんですね、あとはですね、堀江陸さんというですね、この三人の、ね、YouTuber なんですね。三人組 YouTuber。で、おのおのも登録、YouTube チャンネルをやっていて、古川さんが81万人、ヤッピさんが40万人、堀江さんが15万人いるわけですね。はい。で、三人合わせて三高一で、三高一の登録者数は150万人いるというわけですね。はい。でですね、このですね、三人組がですね、1月1日にです、その解散動画を投稿したんですね。はい。で、内容としては1月末で動画の投稿を終了すると発表。活動終了の理由はそれぞれの夢を叶えていくためとし、ゴールじゃなくてスタートだと前向きなものと説明していたというわけなんですね。うん。まあ、ここだけ聞くんであればですね、まあ、何も問題ない感じはしますよね。はい。でですね、ちなみにこの解散動画ですね、よくある YouTuber のパターンのなんかこうスーツを着てですね、真面目な感じで3人でね、横一列になってみたいなね。はい。なんかこう YouTuber あるあるですよね。なんかね。はい。謝罪だったのが何でもそうですけど、よう見るね、あと重要なお知らせとかね。はい。これ何回今まで見たんだっていうね。はい。でですね、うん。その動画にですね、なんと、その低評価が殺到したんですね。はい。まあ、現在ですね、再生数は約340万再生いってるんですけども、なので低評価率が 65.7%、低評価7万5000円ですね。はい。で、コメント欄でもですね、かなりのですね、まあ、言ってみたらですね、その罵詈雑言っていうんですかね、そういうのがですね、飛び交ってる状態なんですね。はい。じゃあなぜですね、そんなことが起きてしまったのかというわけなんですけども、要はですね、その古川さんとヤッピさんに対して、そう、堀江陸さんですね、この3人のですね、21で考えた時のこの温度差がひどかったというわけなんですね。はい。というのは何かっていうとですね、この堀江陸さんはですね、めちゃくちゃなんかこう真剣な顔で真剣にリスナーの方たちにですね、まあ呼びかけるようにですね、言葉を発しているように対して、その古川さんとヤッピさんがですね、すごいなんかこう適当にですね、なんだったらちょっとこう堀江さんを茶化すくらいな感じでですね、もうラフっていうのを通り越した感じっていうんですか。はい。ラフな態度を通り越したもうただただ失礼みたいな感じで堀江さんにまあ接してたんですよね。はい。で特にですね、それがきつかったのが、その堀江さんがすごくですね、表情が硬く、真剣にですね、喋ってる最中にですね、その堀江さんの発言の後にですね、古川さんが、ふぅ、っていう風にため息をついたりとかですね、はい。そういう風にこう、堀江さんを茶化すような態度をずっと取り続けたんですよね、はい。そしたらですね、うん。そのことによってですね、まあ言ってみたらですね、ファンの人たちが激怒したというわけなんですね。あまりにも誠意がなさすぎると。なんだあの二人はと。はい。だから厳密に言えばこの古川さんとね、ヤッピさんが炎上したって感じなんですよね。はい。で、ちなみにですね、こうも書いてあります。こうしたことからファンの間では、古川優香とヤッピが活動休止を推し進めたと考える人が続出、二人への嫌悪感が高まったそうですというわけなんですね。はい。でですね、なんとこの動画の結果ですね、三高一のですね、登録者数がですね、なんと一気に2万人減ったんですね。
はい。で、さらにですね、その古川さんですね、のですね、茶化した方ですね、古川さんの、チャンネルのですね、登録者数もですね、一気に2万3000人減少し、低評価率が 71% になるというですね、ものすごい勢いで、ブーってとんでもないこのグラフで言うとね、もう下に一気にね、下がっていったんですね。はい。で、ちなみに、ヤッピさんの方もですね、1万2000人減少の低評価率 90% までいったんですね。これすごいですよね、低評価 90% って。はい。つまり、個人チャンネルに対しても、まあ、なかなかのこうね、影響が出たと。はい。で、ちなみになんですけども、その後ですね、このヤッピさんとですね、古川さんですか？はい。この方はですね、それぞれ個別で動画を投稿して、そこでですね、謝罪動画を、謝罪のね、やつを、動画を上げたんですね。うん。まあ、いわゆる、あまりにも誠意が足りなかったとかですね、申し訳なかったです。ファンの皆さんに迷惑をかけてしまって、みたいなね、まあ、そんな感じのですね、内容を発したんですね。はい。ただ、にもかかわらず、やはりですね、その低評価コメント、低評価だったりとか、それに対するバリ雑言コメントがめちゃくちゃ届いてるという感じなんですね。はい。まあ、だから言ってみたらですね、登録者数150万人達成するって、これ並大抵のことじゃないですよ。本当にそういうことですよ。ファンの人に愛されてないと、とてもじゃないけど、こんなことできないわけですよ。にもかかわらず、まあ、立つ鳥ですね、あとを濁さずなんて言葉がありますけど、それとは真逆のですね、あとを濁しまくってこんな最後の最後で変な形になってしまって、登録者数が一気に減るというですね、まあ状況になってしまったというわけなんですね。はい。じゃあですね、ここからですね、ちょっと大事なことなんですけども、なぜですね、こんな風なことになってしまったのかっていうと、答えは一つで、参考一がですね、自分たちのですね、動画のですね、性質だったりとか、ファンがそこに何を求めているかってことが全く理解できていなかったからなんじゃないかっていう風に僕は思ったんですよね。はい。これどういうことかというとですね、まあそもそも僕はですね、YouTube の動画って大きく分けて2種類あると思うんですよ。はい。一つは何かっていうと、本質的な面白さ、本質的な魅力、能力だったりとか、そういったもので引きつける YouTuber。で、二つ目は何かっていうと、そのですね、動画自体の面白さというよりも、そのやっている人物のですね、魅力、人間的な魅力でですね、人を集める YouTuber。この二つだと僕は思うんですね。はい。これどういうことか。まず一つ目のですね、動画の本質的な能力で人を集める YouTuber っていうのは、まあ、例えるんであればですね、最近ね、まあ、最近っていうか、まあ、かなり前からいるかな。はい。例えばですけども、まあ、ビジネス書だったりとか、自己啓発本とかをですね、わかりやすくですね、動画、10分くらいの短い動画にまとめてですね、パワーポイントとかいろいろ使ってですね、それでですね、まあ、人が出てこないタイプですね、あくまでそのナレーションみたいに声だけ当てて、あとはそのね、映像だけで、その解説してくれるみたいな YouTuber の人っているじゃないですか。これ結構ね、登録者数もすごい伸びていて、まあ、一個の、大きなジャンルになってるんですよね。そう、本解説 YouTuber みたいなね。はい。で、こういうのってはっきり言って、その本を解説してる人の人間性にはみんなはっきり言って興味ないですよね。はい。とかじゃなくて、どれだけですね、このね、どんな本をまずですね、チョイスするのか、ね、っていうセンスだったりとか、そしてその本をですね、約10分くらいの短い時間でいかにわかりやすく面白く伝えてくれるかってここなんですよね。はい。つまりその動画のですね、そのね、質だけなんですよ。質だけ。うん。そこだけにですね、人はね、惹かれているんですよね。はい。だから、そのですね、能力が低いと判断したら、その人はですね、登録をしないわけですよ。うん。ね、誰がやるかじゃなくて何をやるかっていうのがすごく大事になってるチャンネルなんですね。はい。じゃあそれとは真逆のパターン、それは何かっていうと、その人の魅力でですね、登録者数が増えていってるパターンですね。はい。例えばですけども、女優さんでですね、川口春奈さんね、有名女優さんで川口春奈さんっていうですね、すごい可愛い女性がいらっしゃるんですけども、この方もですね、YouTube チャンネルやっていてですね、登録者数すごいんですよ。はい。でもですね、はっきり言ってこの方がやってる YouTube の動画って別特別何かやってるわけじゃないんですよね。はい。特別この川口さんのトークがすごく面白いだとかね、その企画がすごく面白いだとか、そういうわけじゃないんですよ。はい。もうちょっと嫌な言い方してしまえば、なんてことない動画が多いんですよね。はい。にもかかわらず、なぜ川口さんがこれだけね、その登録者数が増えるかっていうと、答えは一つで、みんな川口春奈さんが好きなんですよ。はい。川口さんが好きでしょうがなくて、川口さんが動画でいろんなことをしてるのが見たいんですよ。はい。だからこれぞまさにですね、何をやるかは問題じゃなくて、誰がやるかってことなんですね。はい。でこのようにですね、YouTube の動画っていうのは2種類に分かれて僕は持ってるんですよ。はい。で、それでいくと、はっきり言っちゃいますけど、参考一さん、ね、この参考一さんの場合、どっちのパターンかっていうと、今言った二つのパターンで言うと、完全に後者なんですよね。はい。何をやるかじゃなくて、誰がやるかなんですよ。はい。これですね、結構ね、グループ系 YouTuber にありがちなことなんですけども、例えば女の子同士の3人組とかね、いるじゃないですか。そういった YouTuber の動画っていうのはですね、その別に動画の中でめちゃくちゃ面白いことを言ってるとかですね、はい。もしくはこう、芸人さんばりのこの掛け合い、いじり合いとかのですね、面白さだったりとか、そんなのははっきり言っちゃいますけど、ないんですよ。そこまでの能力が彼女らにないんですよ。はい。でも、ね、なぜですね、みんながそのね、動画を見たいかっていうと、その子たちが好きで、その子たちが仲良くキャッキャ騒ぎながら、いろんなゲームとかね、遊び
びとかしてるとこを見たいんですよ。そこが魅力なんですよ。はい。ね。だからこそですね、そういうのが登録者数とか再生数伸びるんですよね。はい。で、それでいくと、この参考市もそうなんですよね。男、二人、女性一人のこの参考市っていうメンバーが、いろんな動画を投稿して、その中で三人が楽しくですね、ね、元気にですね、キャッキャ言いながら仲良くやってるとこが見たいんですよ。ね。にもかかわらず、こういう風にですね、今回ですね、解散動画の中で全くもって正義のないような行動をしてしまった。それってまさにその参考市さんの、そういつも仲良しみたいなね、もう友達みたいな感じで、3人いつも一緒みたいな、そういったメンバーがですね、楽しくキャッキャ騒いでるところを見たいっていうファンからすると、そういう正義のない行動っていうのは、それと真逆な行動ですよね。はい。すると何が起きるかっていうと、それを見て視聴者は怒るんですよ。はい。私たちが求めていた参考市じゃない。私たちが大好きだった、あの仲良しの、いつも一緒のね、キャッキャウフフの、あの参考市じゃないじゃないかっていういう風な怒りがドカーンってきてしまって、綺麗ね、なんだったら切れてこんなことになってしまったってことなんですね。はい。だからある種一番ですね、自分たちがのファンが自分たちに求めていることの真逆のことをしてしまったということなんじゃないかなって僕は思いましたね。はい。というわけでですね、今日はこの辺でおります。この話にちょっとも共感してくださった方、よかったら高評価、チャンネル登録とコメントあったらぜひお願いします。どうもありがとうございます。